況な掃除が大変そうだ。笑うと妻うつ伏せのまま満足そうにクククと笑ってた、はい、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。明日はどんな死に方をしてるのか予想すらできない。あの日は共に夜が誘ってたり軍服で銃抱えてたり何ぼの着ぐるみが旬だった時はドア閉めようかと思った。後片付けも結構大変で床の血のりを洗えたり夜が誘ったまま晩御飯作るのは勘弁してほしい、はい、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。ちょっと褒めると調子に乗るからできるだけするね、はい、結婚前は忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でも泣く飛ばして海に行ったりしたのに、結婚直後初めて深を持ち仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。